皆さんこんにちは、大分の高千穂親方です。今回はですね、もう恒例となりましたアイドルハロープロジェクト、今回モーニング娘。2-1 の野中美希ちゃんの写真集 To be myself ご紹介いたします。やっと来ました。もう待ちに待ってました。もう私の、モーニング娘。2-1 では一押しの、メンバーでございます。ね、このセクシーなもうボディもう 見るだけで興奮しますね。ということで、今回ですね、写真集の紹介はもちろん、こちら野中美希ちゃんの、ご紹介もいたしますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いします。そして最初にお詫びを申し上げます。ちょっと私、声が今かえって喉が痛い状態ですので、いつもよりちょっとお聞き苦しい箇所が、多々あると思いますが、申し訳ございませんがご了承ください。それではどうぞ。まずはじめにですね、野中美希ちゃんのプロフィールをご紹介いたします。1999年、10月7日生まれで、現在21歳ですね。2021年の、写真集リリースの時でございます。静岡県出身の A 型で、2歳から10歳まで8年間ですね、アメリカでですね暮らしてたということで、帰国子女でございます。これがね、後ほどちょっと生きてきます。で、ハロープロジェクトにはですね、2014年の9月30日に、モーニング娘。の12期として加入をいたしました。彼女はですね、一般からオーディションで、加入しました。で、そのゴールデンオーディションだったと思うんですけども、その時こうオーディション、もともとハロプラ好きだった、でミニモニが特に大好きだったということで、そのオーディションのこうパンフレットかなんか、ポスターかなんか見たときに、中にこう英語ができる人っていうのが条件に書いてたらしいんですよ。それを見た瞬間、あ、これを英語なら私かもとピンときて、応募に至ったという話も聞いたことがございます。で、彼女のですね、ニックネームがいろいろあるんですけども、有名なのがチェルでございます。どういう意味か、あの飴のチェルシーが大好きということで、チェルということで、本人もこれあのですね、好評というか英語を使っております、ね。そしてもう一つ、ドラえもんですね。あのドラえもんのモノマネがね、本当に似てるというか、ね、面白いんですよね。僕のドラえもんですとか、あのですね、大山信代さんバージョンと、あの水田わさびさんバージョン、それぞれ使い分けもできるということで、あの、後ほどちょっと紹介もしますけども、あのどちらかといえば可愛いのもありますけど、面白いです。そしてあの、可愛いというのもう一つですね、最近あのペットの豆腐ちゃんという犬をですね、下画像をつけておりますけれども、本当に可愛くて、でも溺愛しております。もう目がね、キラキラする、ね、そんな感じでございます。で、私はですね、そのモーニング娘。2-1 の中では、現在一番推している、一番応援しているメンバーでございます。私なり そのチェルの魅力を4つまとめてみました。一つが、この英語という武器でございます。帰国子女というところですね。このなぜ私そもそも野中美希ちゃんチェルを知ったのかといいますと、2017年のですね、あのプロ野球交流戦のですね、イメージキャラクター、応援キャラクターがですね、モーニング娘。1-7が担当しました。で、その中でこう各球団に、メンバーが一人ずつ、応援メンバーとして入ります。で、その中でですね、中日ドラゴンズの担当が、野中美希ちゃんチェルだったんですけれども、最初この、あの応援それぞれのこう、セカパカセカパカ交流戦っていう、おなじみのテーマソングがあって、で各球団ごとにあの応援歌がございます。で、そして、各メンバーが歌ってるんですけども、この中日ドラゴンの時はすごかったですね。中日ドラゴン、Let's go get the memory of the for the team と言って、英語をいきなり喋り出して、と思って、びっくりしましたね。もうこれで、この子何なんだ、もしかしてこう外国の方、帰国子女かなと言って興味を持ったことがきっかけです。で、可愛いね、この子若くてですね、今も若いですけれども、キラキラ目をしてました。で、そこでまず興味を持ち始めて、でこうやはりこう英語ができるというのは、つんくさんからも、チェルはですね、モーニング娘。のグローバル担当だということで、
いろんな海外とかですね、特にアメリカ公演とかいろんな、ね、ところで、役立ちますし、まあ、彼女自身もですね、本当、まあ、帰国子女で育ったもののこう南部の方で過ごされてちょっと訛りがやっぱあるということで、実際こう日本に帰ってもこう英会話教室通ったり、そしてまあ、モーニング娘。史上初めて、まあ、活動をお休みして、アメリカにこう留学をちょっとしてたということもありまして、まあ、いろいろ意見はあるでしょうけども、ね、彼女なりにその英語というのを頑張ってますし、アメリカのバスケットボールともですね、のアンバサダーかなんかも務めて出してですね、まあ、本当この英語というのは武器ですし、まあまあ、こちらはピアノも得意なんですけれども、まあ、ピアノを弾けるメンバーは結構多いですけれども、こう英語はバリバリ喋れるっていうのはなかなかないですね。まあ、同じモーニング娘。2-1 の山崎めいちゃん、パンダさんもですね、英語は喋りますけども、まあ、チェルの、ね、英語は流暢というか、まあ、ネイティブに近いといいますか、ね、これは一つ注目の武器だと思います。これもアイドルに限らずも、ね、やっぱ英語、まあ、今はむしろ英語が喋れることがすごいというよりも、英語が喋れないのはマイナスだというこの時期予備校の先生に言われてた記憶もありますけども、まあ、これがある意味付加価値、彼女らしいオンリーワンのですね魅力だと思ってます。で、2つ目がですね、まあ、アメリカで育ったっていうのはどうなんか、まあ、それも影響しているのかわからないんですけれども、まあ、非常にノリが良いですね。そして頭の回転が早いなということで、結構笑いのセンスもあるというか、前のめりでどんどんグイグイ来るというところが一つ、まあ、注目のポイントでございます。ね、結構 D マガとかでもですね、どんどん積極的にボケたりとかアメリカンジョーク言ったり、あとね、先ほど申し上げましたけども、ノナエモンもですね、本当面白いんですよ。泣かないとかですね、15期がね緊張して泣いてるところでこうノナエモンが登場したり、あと、まあ、個人的にはですね、まあ、似てはいるんですけども、どちらかといえばその酔っ払って路列が回ってないおばさんに近いなっていうのがあって、まあ、それも廃墟なんですけども、私は基本的にその面白い子好きなので、まあ、自分自身もねちょっと笑い路線、まあ、面白くはないですけどね、狙ってる人間なので、そういうところは共感を持てます。で、さらにですね、これプレモにですね2009の時ですかね、クリスマスのイベントなんですけども、このね D マガもぜひ見ていただきたいですね。まあ、私の中ではピエンの回収といいまして、これ相当うまいんですよ。伏線があって最後回収するという話題です。まあ、簡単に言いますと、妹からですねピエンという、まあ、顔文字、悲しんでいる顔も言葉と、まあ、絵文字顔文字がですねもう非常に今有名になっているという話をした後、まあ、いろいろ未成年の、まあ、青年の主張ということでいろいろ自分なりの決意を述べるわけです。で、その中でですね、まあ、チェロに言います。私は、まあ、これまで6年間ほどですね、もう真面目キャラで優等生キャラでやってきましたって、で本人が言うと会場からって部員が来るんですね。それに対してチェルが一言ピエンって言うんですね。もうこの表情、顔と言い、そしてこのピエンを出す場ですね、これがね絶妙ね。最初に振った話題を最後に解消して美味しいとこ取る、この頭の良さ、回転の良さ、臨機応援さかなのか計算なのか分かりませんけども、これはね本当チェルならではだと思います。続きまして3つ目が歌声がいいんですね。本人もおっしゃってましたけども、まあ、そもそも地声が結構高くてアニメ声な感じなんですね。ノナエモンに通じるところもございますけども、で歌声もですね基本的には高い声が出ます、ね、でだからノリのいい曲もね歌いますし、まあ、アメリカンということで DJ のですね煽りもするんですけれども、個人的にはこのねバラードが似合うなというふうに思ってます。福村瑞希ちゃんと同じようでウェット感、こうどこか悲しげとか儚さ、切なさがあるっていうところがですね、もう彼女の歌声には私は感じまして、まあ、特にタンポポの曲ですね、タンポポのタンポポとか、王子様と雪の夜とか、乙女パスタに感動なんていうのがこう似合うなというふうに思ってます。ですから、まあね、歌面にねどんどん今食い込んできてますし、ね、いろんな歌をぜひチェルに歌われもね、欲しいですし、ね、できればこうバラードの曲もですねこれから、ね、どんどん歌っていただけると個人的にはこう似合うかなというふうに思っております。で、最後ですね、まあ本当自分自身にストイックとか磨きをかけるとか
でありしかも理論派で影の努力家というのが、まあ、一つこうチェルの気質な面がですね、まあ、結構注目しております。こうもうこの、まあ、写真とか見ていただいてもそうなんですけど、チェルかなり正直もう2019年の前半までは少しちょっとふくよかなところも実はあったんですけれども、それ以降、まあ、2019年の後半からもう2020年と、もう、まあ、簡単に言えば痩せたんですよ。で体もこう磨きがかかってて、腹筋も割り出して、これはすごいストイックですよね。というのも、まあ、彼女自身の反省も過去にあったそうで、まあ、あのダイエットをするということで、まあ、とにかく食事を減らして運動すればいいとだけ思ってたんですね。ただそれがまあ失敗で、ね、で食事を減らすということは逆に必要な体力とか筋肉も、失うことになります。そうしますともう肝心なその、ね、モーニングでダンスするのに体力ができずにすぐ倒れたり体調不良になったり、でしかも、ね、その分体はやっぱ必要なものがなくなると、どんどん欲しくなる、ね、食べるときにどんどんカロリーを積極的に摂取ですので、いわばリアバウンドも起こりやすいんですよね。まあ、そういう反省もあって、まあ、彼女はちょっと理論というか知識もきちんとつけた上で、筋トレもして、で、まあ、タンパク質中心で今ただ筋肉をつけて体力をつけようというところから始めて、しっかり自己管理を、ね、して立派な美しい、もともと可愛いんですけど、このさらに磨きかかって、もうあの写真集ね、もう細くてね、もうチェル来てるなという感じで、本当にこうさらに磨きがかかってた美しさというのも、ね、チェルの本当私すごいなって尊敬するなというふうに素直に思ってますし、あの影の努力家ということで、まあ、その体調管理とか体型管理もさることながら、あのびっくりしたのが、それこそ去年10月7日21歳の誕生日の時に、ブログで公表されました、まあ、実は早稲田大学で、まあ、e ラーニング通っているということで、なんと大学生です。アイドル授業と、まあ、大学兼任って、ね、まあ、もちろん結構咲いてる今ハロメも多いんですけども、これなかなか難しいですしね、まあ、やっぱ早稲田大学というネームバリューもあって、ね、結構注目されてますし、その忙しい中本当2つのわらじ、2足のわらじを考えて、ね、頑張っているというところはもうさらにね押したくなるところでございます。もうね、このチェルの紹介だけでも12分ぐらい、撮ってますけど もうそれほど私注目ですし、もっとね評価されていいんですよ彼女は。もうこれを機にどんどんね、あの歌声もそうですし中身もそうですしビジュアルもぜひあの注目していただければという思いでございます。さあ、まあ、そんな中でですね、じゃあ実際にチェルと私たちはどんな関わりがあるのかということでですね、まず、コンサートですね、要は生でこうチェルのパフォーマンスを見たことがあるのは、これまで2回でございます。最初が、2019年の11月になりますけれども、モーニング娘。ワンナインの秋ツアーですねが行われまして、まあ、大分の USA 公演、まあ、歌舞伎でですね行われた公演に私あの初めて、まあ、モーニング娘。のパフォーマンスを見に行きました。でですね、あの USA、まあ、USA というのはね、あのアルファベットでローマ字表記すると USA ということで、最後あのアンコールがですね、アンコールとかでなくて USA ってこうですね、あの独自のコールしてました。で最初メンバーもなんで USA なのっていうことで、まあ、驚いてたんですけれども、まあ、ウサということなんですけれども、でその中でそのアンコール後の MC 一人ずつねしますけれども、その中でチェルが Okay, なんとかレベルでベルで I'm gonna なんとか言ってあの英語を喋り出すんですよ。そして途中からすいません、ここ USA ですよねって、アメリカ、もう半分私ここもう地元ですよねみたいな感じで、USA にちなんでね、アメリカ帰国子女ネタぶっこんできて、あの盛り上がりました。チェルはやっぱこうでないと、どんどんノリが良くないとというところでね、私嬉しかったですね。で本人もこのね USA とか、まあ本人以外もですね、福山みずきちゃんとか他のメンバーもこの大分 USA 公演はもうかなり、印象に残っているということで本当嬉しかったですね。Dマガでもね、いろいろライブのDマガでもいろいろ盛り上がっていました。でもう一つがですね、これが昨年2020年の夏、ハロコンです、ございます。まだ ABC の大まかに3グループに分かれてた頃の、
まあ、B 公演でチェルがいましたけれども、福岡公演に私参加をさせていただきました。でこの時はですね、ハロプロ以外の J-POP のバラード曲を歌っておりまして、でチェルはマイトルラバーさんのハローアゲイン昔からある場所をね歌ってましたが、本当ノリノリでこう笑顔でこう帽子かぶって歌ってたのが印象的です。最初はこのハローアゲインを歌うよってチェルが知った時はですね、ご本人は私もしかして英語の曲を歌うのと思われてたらしいんですけども、曲を聴いて、ああこれもうちっちゃい子聴いたことある大好きな曲ですということで、曲とですねタイトルが一致して本当にこの曲を歌うのが嬉しかったというふうにおっしゃってましたね。もうチェルはねやっぱりこう歌がうまくてこう結構ニコニコ笑顔が似合うなというイメージでございます。でもう一つですね、インターネットサイン会が、昨年末に行われまして、モーニング娘。20の、純情エビデンスと牛さえたいだけなのにの、発売記念でですねインターネットサイン会、各好きなメンバーでですねの分に応募すると名前入りのサインが漏れなくもらえると。でさらにその中から抽選で、当たった方はなんと生放送中に、実際に メンバーから名前を呼んでいただいて、ね、しかも目の前で画面の前でサインを書いていただけるという素晴らしい企画がございました。結果から言うとインターネットサイン会では、本番中は呼ばれることはございませんでした。ね、椿ファクトリーの、朝倉キキちゃんの時は名前呼ばれて本当嬉しかったんで、チェルね呼んでほしかった、呼ばれたら本当私鼻血がブーって出るかもしれないぐらいだったんですけども、そこは残念ながら叶わず次回に持ち越しというところですけども、ただ名前入りのサインに直筆サインはお約束通り届きました。今も大事に取ってます、ね、本当にねチェルありがとうございますし、いつかね個別とかね次回でですねこうお話とか直接交流ができればいいなというふうに思っております。それではいよいよメインのですね写真集To Be Myself のご紹介です。2021年の1月15日に発売されました、モーニング娘。2-1 としては初めての写真集リリースでございます。おめでとう。いや本当ねこの、チェルがですねようやく写真集を出したということで、もう待望論ですね、待ってましたと言わんばかりのですね本当期待の一冊でございます。本人もですねこうよくメンバーから、ね、いつ写真集出すのとか言ってから、適当に口から出まかせで答えてたというふうにブログでも書いておりましたけども、本当いよいよこのハロプロのですね隠し玉が登場しました。でですねこの To Be Myself っていうのはですね、チェルらしい、ね、英語の表記ですけれども、これはもうありのままとかですね自分らしくということですね。ありのまま等身大と書くとなんか中二病みたいですけども、こちらディーンのですね夢であるようにのね落ちサビのところにありますね、ありのままの僕だったのところ、ありのまま等身大ですね。はい、どうでもいいことでございます。でですね、場所はですね沖縄県でこう撮られたということで、天気はまずまずですね、ハロープロの写真集あるあるですけれども、なかなか天気に恵まれないと。で結構沖縄ロケしているメンバーも多いんですけど、沖縄は天気も変わりやすく結構雨とかどん天が多いんですけど、うっすら雲でちょっと晴れ間があるかなというところで、プールのシーンなどはですね結構鮮やかには映ってる印象でございます。で全体を通じて思ったことですね、チェルを押し始めて一押しにして1年半ぐらいになりますけども、これふと思ったんですよ。唇が色っぽいなと。なんか潤ってるというかルージュの感じもあるんでしょうけど、口もねこうアイル口じゃないですけど、チャーミングなところがあってですね、写真集でこう唇に注目するっていうのは私初めてなんですけども、好きなメンバーのね新たな一面を写真集で発見できるというのは面白いところかなというふうに思っております。でですねこのやっぱりこう気になるのがこう体のスタイルなんですよね。もうチェルはねやっぱりねトレーニングしてかなり引き締めてます。もうスタイルがねほんと磨きかかってて体が全体引き締まってますね。ずっとね肩幅もよくね
まあ、中日ドラゴンズの与田監督ほどではもちろんないんですけども、こう、で、お腹も引き締まっててですね、がっちりというか、まあ、細くですよね。こう、そらーっとしてる印象ですよね。これはね、ほんと羨ましいですし、まあ、やっぱこれ、努力の賜物だと思っております。ね、こう、理論に基づいて、こう、体を作り直したという、この成果を、ぜひ皆様、ご覧あれ。ね、こう見ててですね、まあ私はあんまり実は普段は注目しないんですけど、なんだかんだでチェル、バストがすごいなと、お胸がすごいと思いました。結構ね、あ、大きさあるようですね、印象的には。だから本当、いわゆるもうナイスバディといいますか、こうセクシーさを感じますね。こう基本的にこう、まあ、水着も多いですし、こうオールディーズな、こうアメリカンなこう服も着て、ね、ロケ地もなんかそんなエキゾチックな雰囲気もありますけども、でしかも帰国首都というところで、まあ洋風エキゾチックな雰囲気が似合う中でも、私こう、まあ写真集とか写真集のダイジェストを見て思ったのが、あ、これあの浴衣姿もこう似合ってるなと、まあ、ある意味その水着とかアメリカンな衣装がある中でこの浴衣がポンとくると結構入るというか、まああのチェルでこうなんていうか和の装いも似合うような感じがして、結構あ、これいい写真集だなと思いました。浴衣もあの基本的にハロプロの写真集はもう大体あの載ってますね。最初最後の方とかですね、それはそれでまた似合ってますけども、まあチェルが着るとそのなんていうか、まあ個人的には結構レアかなとね、いうふうに思っています。これもね、あの写真集のね醍醐味、新しい発見というところではですね、注目のポイントでございます。で、お気に入りのカットですけれども、まあ今回も衣装単位でですね、結構もう全ページいいんですけど、一つがですね、白い部屋着を着ているところですね。なんとかもう少女の休日、決してあの老婆の休日じゃないですよ。少女の休日でこう、やっぱ白という純粋な、まあ、色もあるでしょうし、こう、ガッキーじゃないですか、沖縄ではないですけど、こう、ね、純粋、なんか可愛らしい感じのチェルがですね、この休日という感じがして、まあ正直可愛いですね。で、もう一つですね、水着のシーン結構多いんですけれども、まあ個人的には、この褐色ですね、赤い、いいですね、水着が、まあ、すごいド派手。ですね、紐のついていてどこについてんのっていう感じですけれども、まあ、女神様って感じですよね大変失礼いたしました。もちろん結構ですね、いろいろ紺色の、まあ、水着から始まって、で黄色の水着もありますし、で、まあ、最後はこの褐色も本当女神様とか、なんか RPG でできそうな女戦士みたいな格好ですけど、もう本当このセクシーとかね、もう魅惑的な感じですね。結構ネット上見る限りは、この黄色い、まあ、水着とかの衣装もあるんですけども、このチェルって結構こう、黄色とか明るい色が似合うよねっていうのが結構ネットで出てましたね。それもまあ確かに思いますけど、まあ私自身はこの落ち着いた色ですか、濃い色とか大人っぽい色っていうのに、こう、チェルをこう大人にさせるというか、まあ、実際21歳は大人ですけれども、大人の魅力を引き立てるなというイメージを持っております。でですね、まあ、どのページも本当おすすめですし、もうね、待ちに待った支局の隠し玉がついに公開、なんか秘仏公開みたいですけれども、本当女神様です。このチェルのもうダイナマイトボディといいますか、ね、今までね、なかった新しい、まあ、まさに一缶、ね、向けたといいますか、新しいチェルの姿をですね、これも確かめられる一冊となっております。もうチェルピ覚醒ということで、まあ私はもう歌声が好きなんですけどもね、こういうビジュアル的なところも光っているですね、そういうですね、もうチェルをもね、これからもね、応援をいたしますので、皆様ぜひ一冊、人気の一曲、あの一冊となりそうですので、ぜひお早めにご購入をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいねボタン、そしてですね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。まあ写真集はですね、怒涛で結構年末年始で届きましたけど、一旦これで、終了ですね、切りがつきます。またですね、今後はまたハロプロのネタですね、いろいろ写真集に限らず、
まあ、ライブレポとか、まあね、ちょっとコロナ厳しいですけども、とかいろんな番組の感想なども、まあ、ブログや動画にて引き続きご紹介いたしますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでは、また。